Their strength to the world. さあどちらも同じぐらいの BB だが、どちらがキャラ対応しているのか。さあ先手を取ったのはおトコペか。しかし投げをして置き攻めタイムに入る。おっとこれは分からない。スライディング使っても投げが入る。さあさらに置き攻めを太鼓で抜けるが、さらに投げを食らう。さあ置き攻めが見えない見えない。しかし、見えないんだが使っても隙がないのか、この男エルホルデ。さあ膠着状態、ゲージを貯めたいのか、ゲージを貯める行動をしている。さあうかつにゲージも貯めれなさそうだな、ベガの場合は。さあスライディングに投げ、ここはイオリさん研究しているのか、ベガの攻撃に対してよどみがありませんね。さあ2試合目中足から入って太鼓が当たる。まずは優勢を乙女が。さあ太鼓もしっかり。さあ裏回りだ、鈴木全面がまた投げ。ほらワープはきついのか。そのまま投げられて、さらに置き攻め。ゲージがあればね EX サイクルでなんとかなりそうなんですけれども、ゲージがないとかなり厳しそうですね。さあ投げられて、またさらに画面端ヘッドで逃げて投げ。さあ同じぐらいヘッドと見せかけてサマソルト。お、これはウルコンが見つけたか。これで決まってしまった。ギガバスターが決まり、よりフェルホルデ A チーム決勝進出。決勝というのが A チーム勝利。いい動き、ツッツビ。いやいい、もういいもういいもういい。いやいや別にユーザー呼びはいいじゃん。いやいい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 い